カロリーナ・バングは、スペイン・カナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ出身の女優・ファッションモデル。アレックス・デラ・イグレシア監督による、吉街ピエロの決闘で、ゴヤ賞新人女優賞にノミネートされた。2014年に、イグレシアと結婚した。1985年に、カナリア諸島のテネリフェ島にある、サンタクルスでテネリフェに生まれ、少女の時に、 スペイン本土のマドリードに引っ越した。大学では演技と建築学を学んだ。2005年には劇場で働くことでプロキャリアをスタートさせた。2007年から2008年には何作かの短編映画に出演し、2008年から2009年にはアレックス・デライ・グレシア監督が手掛けたテレビドラマプルトン・ BRB ・ネロに出演した。人気刑事ドラマロス・オンブレスでバコや コメディドラマ、ロスエクシトソースペルズなどにも出演している。2010年には、イグレシア監督によって、映画、キチガイピエロの決闘の主演女優に抜擢されて、アントニオ・デラトーレと共演した。彼女の役柄は、サーカスのブランコ曲芸師であり、撮影前には、身体的な役作りが必要だった。キチガイピエロの決闘での演技によって、第25回、 ゴヤ賞の新人女優賞にノミネートされた。2009年から2010年に撮影されて2011年に公開された映画ラダガデディスピューティンではアントニオ・レシュネスやマリーヤ・アバランコと共演した。テレビドラマアイダには本人役で1話にゲスト出演し、今後にはテレシンコによるテレビドラマティエラでロボスに出演予定である。 スペインで最も美しい女性に挙げられることがある。バングは母国語であるスペイン語に加えて英語、ドイツ語、中国語を流暢に話すことができる。寝る前に時計仕掛けのオレンジやワイルド・アット・ハートなどの映画を見るのが好きであるとしている。2014年には映画監督のアレックス・デラ・イグレシアと結婚した。ありがとうございます。